皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。勇者パーティーを追放されたビーストテイマー最強種の猫耳少女と出会う11話。前回は領民を虐げる領主の息子をどうにかしたいと考えるも行動せず、使い魔たちからその気持ちを汲み取られ、腐敗した騎士団を壊滅させて清く正しい正義の美人副団長一派にすげ替えることができました。次は本命の領主になるんでしょうね。どんな展開になるのか気になりますね。なりますよね。では見ていきましょう。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それではビーストテイマー11話のあらすじはこちらです。美人副団長たちが夜更けに領主邸に監査しに来た。門番は敵と判断し、出会え出会え。その戦闘は陽動で、息子に捕まった町民たちを主人公たちが救出しに来ていた。以前タニアも使っていたマテリアルサーチで町民の居場所を探ると、離れた場所に最強種に匹敵する魔力を見つけたぞ。双子に心配されつつ、最強種4人の力を持つ主人公短期で向かうことにした。そこには親族であるキツネ娘が奴隷の首輪をつけて捕まっていたという感じです。はあ、なんだろうな、苦痛ですね。あ、息子が狐娘にひどいことをするのを見るのが苦痛であって、主人公様の行動が気持ち悪いわけじゃないからね。主人公様は大変素晴らしい人格者ですから。自分がダメージを負うとも、初めて会った幼女っぽい狐娘ニーナの奴隷の首輪を全力で取ってあげようとしてあげたんですから。ベヒーモスの NTR 契約の練習も活かされましたしね。今回は奴隷の首輪から自分へと NTR 契約できた模様。残念ながらベヒーモスちゃんのことは一切思い出さず、仲間から与えられた能力を思い出しただけでしたが、ベヒーモスちゃんの死は無駄なんだなって。主人公様は上書きって言っていたようですけれど、上書きされたんですかね。演出を見るに破壊したように感じたんですが、上書きしたのであれば、家王なしに使い魔にされてしまったので、奴隷としてこき使われてたのに自ら契約を望むようなおかしな展開になることもないわけですね。まあもちろん人格者である主人公様であれば、一段落した後契約を解除して自由にしてあげることでしょう。そしてニーナが住んでいた地域まで送ってくれるでしょう。以前のような景色になっているかはわかりませんけれど、次は主人公様の武器のコテを見ていきましょう。これって魔道具的なサムシングだったんですか？物理武器じゃないんだ。じゃあ前回の麻酔針も魔法でできたものだったから射出する機構が必要なかったんですね。ドワーフって魔道具も作れちゃうんですか？すごいですね。魔道具だったら物理的な機構を入れない分楽に作れるのかしら？そうだとしても探検よりも制作コストは高いでしょうから、先に探検を作っても良いものですけれど。それにしても作画が安定しないコテですね。イメージが全員に共有されていないんでしょう。3D データで全体を把握できていればこんなことにはならなかったでしょうに。領主は主人公様のおかげで捕まえることができましたが、息子は指輪を使って死の状態異常を与える超級魔法を飛ばしてきました。死の状態異常、死の帝王であらせられるアインズ様がおっしゃるのならわかりますよ。それでも実際は状態異常ではなく、死は死であるんですけれど、状態異常死というのはよくあるバッドステータスなんでしょうか？検索してもエルデンリングくらいしか出てこなかったんですが、蘇生魔法があるようですから、生と死も状態の一致と言えるのかもしれません。しかし、老衰で亡くなった人がいたとして、その人も死の状態異常にかかっているだけってことでしょう。今思いついたのですが、死というのが状態異常であるのなら、それを無効化する能力を持っているということは不死じゃん。さらには V 欠損もおそらく状態異常のうちでしょうから、傷つけることすら不可能。とんだ化け物じゃんか。え、もう神様なの？本当に最強じゃん。この作品における状態異常とはどういうものなんですか、作者様。まあそこは死という状態異常がある世界なんだとしましょう。それで
最強種の特性を与えられたから状態異常に耐性があるってことは、最強種は大抵の状態異常は受け付けないってことですよね。それってさ、精霊族関係ありますか？いや、今まではさ、それぞれの種族に合った特性を与えられていたわけじゃない？でもここに来てどの最強種と契約しても問題ない特性をもらうの？ネタ切れすぎない？それか死の状態異常を回避するための取ってつけた設定とか？最強種で一番の魔力を持ってるんだったら、魔力アップに超級魔法や固有魔法を取得できるとかあったじゃん。地味すぎますって。タニアの契約で魔力アップにしたのが間違いでしたね。能力が競合するようなキャラを出しちゃダメなのよ。そして状態異常にかからないのなら、なんでタニアは初戦で毒を食らってるのよ。毒よ、毒、状態異常において最もメジャーな異常じゃない。最強種にも効く猛毒を持っているんですか、あの小鳥が。恐ろしすぎでしょ。そもそも最強種は最強だから最強種と呼ばれてるんですよね。毒は効くし、奴隷の首輪は解除できないし、本当に最強種なのか疑わしいですね。最強種といえど弱点はあるということですか。きっとアニメの尺では語りきれない設定が小説には書いてあるのでしょう。書籍版を買いましょうね。息子が指輪を使う場面に戻りまして、あの指輪ってやっぱり自分がつけるんですね。対象を死に至らしめる指輪っていう説明だったから、てっきり装備したら装備者が死ぬのかと思っていましたよ。よく使い方がわかりましたね。指輪が語りかけてくれたのかな。私だったらちゃんとした説明を聞くまでは怖くてつけられませんよ。もし指輪をはめた本人が死ぬという呪い的なものだったら自分が死んじゃうわけだし、まあ結局死んじゃいましたけれど、そこは規定路線ですね。悪いことした人は死ななければならないのが世の常。そして息子を核にして現れたのが魔族でした。映像を見るに、この魔族が主人公様の里を滅ぼした張本人っぽいんですよ。でも指輪の中に封印されていたんだよね。誰がどうやって封印したの？多分苦戦するんでしょ。最強種4人分、5人分の力が合わさった主人公様でも、その主人公様と同等以上の存在がどこかにいるってことになりますよね。そうすると多分その存在は勇者なはずで、なんで国はその人を勇者としないのか。もうお年なのかしら。次回でわかるのかな。気になりますね。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたらお会いいたしましょう。